どうでしょうか。ご、お、来た来た。お、来たー。はい、ハンズフリー。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 ハンズ、おー、前方注意。はい、前方注意。はい。わー、なんかやっぱ感動やな。いや、スバルレボーグ。いや、なかなかかっこいいですよね。これ私のホンダ E、今日これ乗ってきました。電気自動車なんですよね、ホンダ E。で、このスバルレボーグはね、1.8 リッターボクサーエンジンということで、完全にピュアなガソリンエンジンになるわけですよね。で、さらに、アイサイト X ですよね。高速道路で、50キロ以下の渋滞時に、なんと手放し運転ができるといったものなんですよね。ガソリン車でも、その辺ね、先進的なんですよね。その辺ね、ちょっと私の、このホンダオーナーの私として、ちょっと悔しいところではあるんですが、その辺の差ね、一体、どんな感じなんだと。いやー、スバル、レボーグ、STI、EX ということで、今、試乗の方をしております。1.8 リッターターボ、新型、ボクサーエンジンということでね、スムーズな走りするなという感じがします。今、コンフォートモードで走っております。マンホールとか、路面の悪いところをサスペンションがいなしてるなと。いう感じがしますね。可変式のサスペンションになっております。これね、運転しながらでもね、変えれるんですよね。今ちょっとマシン号待ちで変えますけども、モード切り替え、ノーマル、スポーツ、スポーツプラス、このサスペンションがほら変えれんの。ちなみにね、1.8 リッターボクサーターボエンジン、こちらね、177馬力です。で、300ニュートンメーターあるということで、まあ、トルクはね、大きいですよね。さすがターボ車は。今、モード、なんか、はい、スポーツに変えました。スポーツプラスですね。足回り一番硬いやつです。お、3000ぐらいから、ぐっとね、トルクはかかる感じです。だいぶやっぱ、スポーツプラスモードとかになると、まあ、やっぱスバルだなと。このスバルの走りを、蘇ったなという感じがしますね。ではね、いよいよ高速道路に乗って、アイサイト X 試してみようと思います。おー、前のトラックにぐいぐいついていきますね。これは楽しみだぜ。アイサイト X。これね、今 ETC のレーン、減速してくれてます。足、ブレーキ踏んでないですね。ああ、これちゃんと止まってよ。ちゃんと、怖いけどちゃんと止まった。すごい。ハンドルも曲がる。ちょっとね、モード結構シビアやったんで、早かったんで、コンフォートにしました。今、コンフォートにしております。今、こちら、阪神高速走っております。今、前の車にね、追尾して ACC が効いておりますね。まあね、よく他社でもこれぐらいだったら、今もう当たり前になりつつあるかな、ひょっとして。足もね、もう踏まなくていいんですが、このハンドルがね、レーンアシストしてくれるといった機能がついておりますね。で、まあ、これ今渋滞じゃないので、50キロ以下の時はハンズフリーということで、まあ、ハンドルを持たなくていいんですが、それが今日は経験できるでしょうか。渋滞を探して走っております。今これ、ほら、高速道路のつなぎ目。これやっぱいいわ、コンフォート。今これ前から割り込んできますね。おー、結構割り込んでくるね、みんな。減速、緩やかな減速します。結構ハンドル、綺麗に曲がってくれます。白線と白線の真ん中をね、ズバーンとね、走るような感じですね。なんかね、やっぱこれ長距離に向いてるな、この車は。ここ結構なカーブ、ちょっと曲がってくれるかな、怖いな。ちょっとブレーキに足を添えております、今。いつでも踏めるようにしてます。
曲がってよ、曲がってよ、お、ほら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 、曲がってる曲がってる曲がってる、すごい。あ、これぐらいのカーブは結構余裕で曲がってくれますね。あ、これはでもこれだったらちょっと逆に機械に結構任せてしまうので、なんかこう居眠りしちゃうかもしれないですね。今ねちょっと視線を外していたんですが、ピピピとね警告が出ました。実はねこれ監視されてます。ここにねあるんですよ、カメラがね。それで常に顔を認識してるということらしいんですよね。これねマスクをしててもちゃんと感知するらしいです。このボンネットね、ボンネットにね実は外側にエアバッグがついてるんですよね。まあ人をね跳ねてしまったという時もその跳ねた人を守るという機能も実はついております。はい、今、大阪の環状線をぐるぐる回っております。今ハンドルがねぐい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 曲がりますね。で周りのね車が結構追い越していくんで、ミラーのところに結構警告のねオレンジ色がチカチカ出るのが気になります。すごい追い越されていく。ここね初めて運転する方かなりねビビりながら運転すると思います。私もね結構運転慣れてる方ではあるんですが、結構ねこの合流間違っちゃうとねやばいなという感じします。結構レーンが広いんでね、とんでもないところに行っちゃうときありますねわーすごい、ハンドルめっちゃ曲がる。やっぱちょっとこれぐらいのカーブだと今怖いんで、ブレーキ踏んでしまいました。そうなるとアイサイトがこれ今解除されましたね。もう一度セットアップします。はい、今これレーダーもつけております。これで追い越しとかも、できるのかな。すごい、なんかレーダーが、おー、ほらハンドルが曲がりました。どうでしょう、ちょっと追い越しの方してみますね。ほら、ほらほらほら、あ、後ろから車が来てたんですね。今のね、戻りました。ジムニーを検知したのかな。これでしょ、ほら、ほらほらほら、ちゃんとね前後の安全を確認して、曲がってくれました。これは使える。ほらほら行きますよ、ほら合流前に車線変更なんて余裕さ。いやー、しかしねこれぐらいの今右から左から追い越されたり追い越したり、これだけの状況をね、このやっぱアイサイトすごいな、これかなりの実用性が高いです。はい、今ちょっとね全部機能を切りました。私自身の運転で今、運転しております。ちょっとね、スポーツプラス試してみたいなと思いまして、ちょっと踏んじゃいますね。うぅ、わお、やっぱ自分の運転が一番信頼してそれはいいと思いますけど、やっぱり長距離ってなるとねやっぱ疲れますよね。アイサイト X が欲しいなと思うこともあります。まあでもこれ意のままに運転ができるなという印象ですね。やっぱ基本は自分で運転するのが楽しいかな。でこのレヴォーグね、雪上のドライブもかなり面白いということでね、なんかモードで結構カウンター決めれるやつがあるらしいんですよ。わざとねちょっとおけつ滑らしてこうクックッといく感じで遊べるそういうモードもあるらしいです。まあなかなかそこまでこう頑張った運転ってしないですけどね。あとはちょっと気になるのがやっぱ燃費ですかね。
13.6 キロパリッターやったかな。街乗り、まあ大体10キロちょっとぐらいですかね、実際のところ。まあそうなるとやはりハイブリッドカーとかね、その辺が気になってきますよね。もうちょっと燃費のことをと思うんですけど、やっぱこの走りをね、やっぱ捨ててないところも、まあ、割り切りなのかなという感じはします。まあでもこんだけ走って燃費がいいってどんだけの車やねんと思うけどな。はい、コンフォートに戻しました。やっぱコンフォート好きやわ。で、まあ走りを楽しんだ後はアイサイト X と、お、機械に戻ったって感じする。急にね、ハンドルがやっぱググッとね、センターに戻ります。これ先ほどね、顔を監視してるというのがありましたが、ドライバーがね、意識を失った時とか、こう運転がね、できなくなったっていうのを車の方がね、感知して、ブレーキをかけて車を止めてくれるらしいんですよね。しかもカーブとかで止まらずに直線までゆっくり行って、周りに知らせるためにね、ホーンとかヘッドライトをチカチカさしたりとかしてね、それで周りにも危険を、知らせながら、止まるというシステムがついております。やっぱりね、スバルってね、私ね、前から思ってたのは安全基準が高い車なんだなという感じが実はしておりまして、私の奥さんも、お父ちゃんも実はスバル車この間買いました。やっぱりね、年齢層が高くなっていくと、どうしてもその辺の、支援してもらう、車をから、運転を支援してもらって、まあ、安全に、乗れるというものを選ぶ方が多くなってきてるみたいですね。いやー、しかしね、よくできた車ですよね。これガソリン車ですよね。水平対向エンジンってね、もっとうるさいのかなと思ってました。なんかね、どこどこいうね、ポルシェのイメージありますよね。あれの感覚が、まあ、あれの感じがあったんですけども、なんかね、思ってた以上に静かだなと思いました。まあ、STI ね、これやっぱ人気ですよね。大人が乗るスポーツカーっていう感じがすごいします。はい。今ね、前の車が、50キロ台でゆっくり走ってくれてます。渋滞時ではないんですが、50キロを切るとハンズフリーですよ。それが体験できるということで、お、どうでしょうか。50、お、来た、お、来たー。はい、ハンズフリー。おー、前方注意、はい、前方注意、はい。おー、すごい。何キロ今。あ、50キロ、ハンドル持ちます。すごい、体験しました。いやー、最後の最後で、ハンズフリー体験できましたね。すごい、なんか今これ、今まで見たことないぐらいブルーになってる画面が。ブルーになるんですね、あなた。これちょっとでも一瞬でも外したらすぐハンドル。あ、すごいな、これ。ハンドル操作してくださいって一瞬で出る。こんなに高速道路でゆっくり走ってくれって思ったことない。おお、来た。50キロ。今、ハンズフリーでございます。来ましたね。うおー、なんかやっぱ感動やな。はい。というわけで、今回、長い動画になりましたが、いかがでしたでしょうか。電気自動車を、まあ、乗って、やはり改めて思うことってね、結構やっぱあるんですよね。まあ、スバルのフラッグシップカーになるわけなんですが、これで、409万2000円ですよ。これはね、かなりコスパがいいんだなと私は感じます。はい、というわけで、私ね、こういった、車の動画よく出しております。面白いと思った方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、グッドボタンも押していただいたら、非常に嬉しく思っております。コメントも皆さんしてくださいね。はい、というわけで、スバルレヴォーグ、STI スポーツ EX、アイサイト X を体験したでした。じゃあね、バーイ。